皆さんこんにちは。田辺より日商簿記2級のガイダンス講義、えー、こちらの方を開始させていただきます、えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね。あの今日はですね。日商簿記2級の受験をお考えの皆さん方にですね、えー、タイトルといたしましては、企業が求める人気資格2級ね。その魅力と学習合,、えー、合格学習法と。 まあちょっと長いタイトルになってるんですが、あこのタイトルでね、おおむね30分ぐらいです、えー、お時間頂戴いたしましてですね、えー、皆さん方が今、学習をご検討くださっている日商募金2級ね、まあ、勉強することによってどんなメリットがあるのとか、あ具体的にレッコの講義ってどんな風にやっていくのとか、まあ、そういったボロボロのことに関してね、 お話をさせていただくというところになりますで、詳細なあ学費等々に関しましては私どものこちらのですね、えー、パンフレットの方に、えー、記載をさせていただいておりますので まあ私のね、えー、お話聞いていただいた後でも結構です、デジタルパンフなんかもね、えー、ホームページの方から見れるようになってますんでまあそちらでですね、えー、ご確認をいただいた上でですね兆候、えー、する、しないというところを1つお考えいただければという,ふうに思うんですがまあ、今日ね、ね僕の方からお話しさせていただこうと思っているのがまあその2級を取るメリットっていうのかなあーなんで2級やった方がいいのというようなところをね えー、皆さんに少しお話をさせていただくとういうコンセプトになっているんだよね。で、まあ、皆さん方、2級の受験を検討されているということは、まあ、当然、ですねあの多くの方々はもう3級の受験経験があるという方々がほとんどだと思うんだよね。で3級の受験経験をあって、まあ、3級取りましたとじゃあ、ワンステップ、ね、ランクを空けて2級の方やってみようかなと。 いう,ふうにお考えになっている方々っていうのが、まあ、圧倒的多数かなというふうに思うんだけども、まあ、近年ね西尾さんの方でこの簿記検定試験というのは大きく制度変更が入ってますすで、えー、にですね、えー、産休等で経験された方もいらっしゃるかもしれませんが昔の検定試験というのはいわゆる集合試験っていってねまあ正確に統一試験とかって呼んでるんですけどもまあ指定された日時に指定された場所に行って紙の問題を解いて で、提出してね、えー、1ヶ月くらいで合格発表で結果が出ると。まあ、こういった伝統的な試験、紙ベースの試験っていうのが、ずっとね、日照簿記検定っていうのは動いていたんだけども、今はね、CBT 式の試験といって、いわゆるパソコンで受験していただく形式の試験が導入されました。3、2級に関してはね。で、中には3級の時にもうそれでやったよって方もいらっしゃるとは思います。 でだん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 まあ西尾さんの方もですねあのその3・2教に関しては CBT の方にやっぱり移りたい移していきたいというご意向があるみたいですでこれはあの確一的ではないんですけども、まあ、少なくとも東京23区を管轄する東京商工会議所という、ね、マンモス商工会議所がありますがあの東京商工会議所はもうお2023年度以降は基本的に統一試験といって紙ベースでね 決決ままっっったた日に決まった場所で試試験験受けてねってねいう試験はもうやらないとね CBT 方式ですから指定された会場はありますよ指定された会場はありますけど、まあ、そこで受験手続きだ,とだけ取っていただければもういつでも自分の都合のいい時に試験を受けられますという形にもう切り替えになってますんで、まあ、そういった試験を受ける、ね、システム自体も大きく変わってるっていうのは一つあるねであとはもう試験時間自体もね どううだろう皆さん方の中にはね三級の試験、ね、昔ながらの紙ベースの試験で受けてなおかつ試験時間2時間だったよって方もいらっしゃると思うんだけど今の三級の試験でも1時間だもんねだから試験時間がもう半分になってる、まあ、要は問われる内容が減ってるんですよで2級の試験に関しては今皆さんご検討くださってる2級の試験に関しては現行制度上1時間半の試験です90分でこれもちょっと前までは2時間の試験でしたからねっ えー、昔ながらの紙ベースの試験、ねえー、CBT が始まる前ね、ね CBT が始まる前まではもう試験時間2時間で2級もやってたんだけども、まあ、新たにねそういった意味での試験制度の改正も入って、今は紙ベースで受けようが CBT で受けようがあ1時間半、あ90分で試験は解いてねという形に変わってます、まあ、そういった形で試験制度っていうのも変わってるし、まあ、いつでも自分の都合のいいように受けられるようにはなってる。 ただ、やっっぱりちょっとねあの地方なんかになると CBT 試験の実施会場自体がそんなに近くなかったりっていうのもありますから、まあ、伝統的な統一試験、ね、決まった日に決まった場所で紙ベースの試験を受けるっていうこれも併用で動いてますんで、ね、今のところあの紙ベースの試験が廃止されたのは基本的に東京職学時代だけなんでそれ以外のところは全部やってますからあ特に地方の方々でね近くに CBT の会場がないよという方はあ伝統的な。 そういった紙ベースの試験を受けていただくところにもなるとは思うんですけども一応試験の制度はそういうふうに変わっているで試験の制度はそういうふうに変わっているとともにこれね実施時間とかそういうのが変わっただけの話じゃないんだよね内容的な部分もだいぶ変わってますで内容的な部分もだいぶ変わってきてまあ端的な話でいうと昔に比べるとだいぶ実務によったかなという考え方はできる、ね、3級に関しても2級に関してもだいぶ実務によったかな いうようよなところは正直ありますでそういったところもあるし、まあ、特に今皆さん方にねご検討いただいている2級の試験は昔の試験範囲に比べるともう大きく変わりましたよ大きく変わった昔はもう1級の領域で勉強すればいいですよって言われたような内容がもう次から次に2級に降りてきてる代表的なものはまあ皆さん聞いたことあるかもしれないけど連結会計ってやつ、まあ、世の中で広く使われてるんでね、まあ、2級でも少しやっときましょうって話です ね、でそれ以外で言ったら税効果会計なんていうのもあるしさらに言うと外貨換算会計って言うんだけどこれ外貨換算会計って言葉は難しいけどねあの要は皆さんの会社がねい日本円ベースの取引じゃなくて円建ての取引じゃなくてドル建てとかユーロ建てとか元建てすなわち外国通貨で取引価格が決まってるような商品売買をやった時にどのように仕分けやってどのように財務省に載せますかって こういうの外貨だ取引の換算って言ったりするんだけどこういう話がね今2級の範囲に含まれてるんですでまさに多分今一番イメージしやすいのは外貨だかなと思うんだけど外貨だ取引ってさ昔よそれこそ本当に僕が生まれる,る前ぐらいの昔はあの基本的に海外企業との取引なんていうのは一部の大企業しかやんなかったですからそんじょそからの中小企業とかましてや個人事業主がそんなものやるなんていうのはなかったんです昔はね だから一部の方々だけできればいい。まあ、言い方変わりは一級レベルの知識を持ってる人だけはやればいいですってのは昔の話だったんだけども、今もう時代変わったでしょ。ねえ、こんだけネットも復旧して、ねえ、で、海外との取引なんていうのも、ね、中小企業どころかもう個人事業主レベルでも頻繁に行う人っていますからね、現実にいっぱいいます。まあ、私 ね、え税理士法人の傘下にございますコンサル会社の役員もやってるんであれなんですけど私どもで取引させていただいてるお客様まあ私の友達なんですけど、あのー、一時期ちょっとね最近大変でしたけどあのフリーランサーでやってるんですよだから個人事業主ですよで彼女はねあの海外での居室のコーディネーターなんですね結婚式でそれのコーディネーターだから彼女なんか基本的に日本国内のお客様から注文もらうけど海外で その結婚式のコーディネートをするわけですから当然取引相手って全部、ね、海外事業者ですから,だから決済はそれぞれの国の通貨でやらなきゃいけないで日本は日本でお客様からもらう時には円でもらうわけですよでそういうことをやってる個人事業主もいるわけです普通にだからこういうふうにね今もう中小企業個人事業主レベルでも外国通貨建ての取引なんてのは頻繁に行うようになってるわけですからそういったものに関するやっぱり会計知識っていうのは身につけとくべきでしょ いうう考え方があるんんだだと思うんだよねしたがってかつては1級でしかやらなかったようなこういった内容が今2級の方で問われるようになってる、ね、だある意味、ね、会計のいわゆる受験簿記の世界でいうとこの高レベルと言われてたような領域のものが今2級の方に降りてきてるっていうのは実際ありますで2級の方に降りてきているっていうことは、まあ、当然のことながら、ね、学習する側にはそれなりのものを身につけることを求めると。 いう話になってるんでまあ試験時間も少し短くなってるんでね端的な話ですけど昔に比べれば受験者の学習負担っていうのはそれなりに増えてるかなっていうふうに僕は思いますよ全体的に見ればねね昔の2級よりも今の2級の方のが一般論としてはやっぱり少し難しい論点は増えてるだから難易度としては全体的にやっぱ上がってると思いますで上がってると思うんでそれはね当然のことながら勉強する側にすれば大変ですよ当たり前でしょ 難しい話が降りてくれば1級から降りてくればその昔は1級レベルだったものを今2級の受験生がやんなきゃいけないものが増えてるんだから当然それをクリアするための準備勉強をするにあたってはそれ相応のねやっぱり勉強をしておかないと頼ってのは取れなくなるだから学習負担という意味だけで言ったら多分僕らの時代よりも今の皆さんのほうが絶対的に高まってますあの変な言い方だけど僕らの時ってねもう二十数年前ですよ 僕らが武器の3級2級とかって勉強した時代っていうのはあの大体ね過去問の焼き増しみたいな問題が繰り返し出てたのだからあの32級だけを取るんだっていう人であればねわざわざスクールなんか使わなくったってまあ本屋さん行って本買ってきてでなおかつ過去問集買ってきてねで何回か過去問集やっとくとほぼ同じような問題が出るんですよだからあんまり内容わかんなくったって過去問集取り込むことによってえ昔と同じ問題が出ますからほぼ だから、大体取れるの。だから、あのー、昔々にね、日照簿記の3級とか2級取った人たちが周りにいらっしゃったりすると、ねえー、僕より年上ですね、60代とか、あそういう方々が前周りにいたりすると、50代後半ぐらいでもそうかな、あそういう方々が周りにいるとね、いや、もう3、2級だったら簡単だよと、わざわざ学校なんか使うことないよと、別にそれだけだったら受かるよという人は、多分いっぱいいると思います。いっぱいいると思います。そうそうです、昔はそうだったから。 で昔はそうだったから、ああ、日照簿記の3、2級の方が楽だよという方多いと思うんだけど、今の試験はそうはいかない。なぜならば、まあ、そもそもとして、学習内容自体が昔、ね、そういうふうに簡単な簡単だって、昔取った人は言うけども、彼らがやんなかったような領域、昔1級だった領域のものがバンバン2級降りてますんで、当然のことだから、内容的にも比較の対象にならないんですよ。だから当然今の方ののの方方のがが級ね 今の2級の方のが当然より難易度の高いものを勉強しなきゃいけないんで当然ですけども学習負担というのは昔より重くなってますまあ間違いないです間違いないねでこんな話ばっかり聞いるとやっぱやめようかなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんだけどただねあえて僕この話は最初にすることにしてるの昔より2級難しいよだから受かるつもりで当然やらないとそれなりに準備をしないと楽して受かるものでは当然ありません で楽して受かるものでは当然ないんで、それそうね、まあ、言葉汚いですけど、腹くくってやんないと。おそれはやっぱり欠陥つながらないと思いますよ。ね昔みたいに数打ち当たるっていうのはないですから。え何回やったって、やっぱり難しい問題が繰り返し繰り返し出てしまう可能性がありますんで、受かんないときはずっと受かんないですよ。全然あります。で、そういうことはありえる。だちゃんと方向性を誤らず勉強していかないとですね、やっぱり2級っていうのはなかなか今受かんないと思います。 ね、でそうするとねいやなんかそんなに苦労するわにには取ったってそんなに評価が高いわけじゃないからね別に資格の手当てくれるわけでもないし2級取ったから著しく就職が有利になるとか転職が有利になるって聞かないし意味ないんじゃないかなっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないかもしれないでもね間違いなく言えますけど あの皆さん方が就職活動や転職活動を行う対象が民間企業である場合、簿記会計の知識っいうのも絶対的にまず必要だし、将来的にご自分で独立をして商売やりたいってお考えの方は、最低限2級ぐらいの知識持っておいたのがいいですよ。でしょだって、普通に考えてください、簿記会計の業務を必要としない業種ってないですからね、少なくとも民間の営利法人を前提にした場合、全くないですよ。 だって全ての企業は日常的な活動を記録した上で最終的に確定申告をやって納税する義務を負ってるんですから簿記会計ってのは任意じゃないんですこれは企業に課された義務なんです商売人である以上日々の活動を記録しそれに基づいて PL や BS のデータを把握しそれに基づいて納税のための確定申告を行うこれは商売やる人間に課された義務なんですよで逆に言うとそれができない人間は商売しちゃいけないんですそれが資本主義社会のルールですこれは日本に限らずどこでもそうです えどこにだってそうえ、どこだってそうなの、だから、会計の知識全くないのに、独立独歩で商売やりましょう、それは基本的にやっぱりおかしい、いや、そんなことないでしょと思うかもしれないけど、そういうもんなんですよ、だって民、資本主義社会で課されたルールですから、これ、でしょ、どこの国に行ったってそうなんですえ、どこの国に行ったってそうなの、それはやんなきゃいけない。ってことは、会計の知識を必要としない組織なんか絶対ない、ね。 会計の知識を必要としないち組織なんて絶対ないんだから、皆さん方が就職活動や転職活動をする対象がどういう規模の企業であろうかましては自分でフリーランサーで商売やるというふうになった時に、ある程度会計の知識が身についてなければ、当然経営者として会計上の数値が見れない。すなわち、金の動きが数値化されてるのが会計なんですから、それが読み取れなければ商売として成り立たないでしょ。当たり前でしょ。だって、 まあ皆さん方自分でフリーランサーで商売やることを考えてくださいよ個人事業主になるということは永続的に事業を進めるためには少なくともその永続的な事業を継続できるだけの資金というのを自分で稼ぎ出さなきゃいけないんですよ、ね、じゃあそもそもどれだけお金が入ってきてどれだけお金が出ていて手元にどれだけのお金があるのかで日々の支払いのことを考えたきにどの程度の,予,蓄というのも予備の備蓄というものをお金として取っとかなきゃいけないのかこういったことが判断できないで経営なんかできないですよ 当たり前でしょそんなの、ね、で優秀だと言われてる経営者の方だって時にはそれを見誤って会社が潰れることだってあるわけですからそうでしょでそうなってくると当然フリーランサーといったってある程度の数字の流れ、ね、これを記録するための僕会計のルールというのは身につけ,けなきゃダメなんですよでそれが自分でできないんだったらばやっぱり公認会計士さん税理士さんそういったところにお願いするまあ一般的にはフリーランサーの場合には税理士さんにお願いすることになると思うんだけどもそういうプロの方々にお願いをしてやってもらうわけですよ ね、まあ個人事業主だったら僕はそれそれでもありだと思いますよでそれはそれでもありだと思いますけども、まあ、将来的に何らかの形で皆さん方が営利を目的とするような活動をするんであるならばこれは簿記というものは勉強しといて全く無駄になることは絶対ないで少なくとも週転職活動でこういったものを身につけていこうというふうにお考えになるのは間違えてないですどこの企業に行ったって絶対的に僕会系の知識ってのはいらなくならないからで僕この話をするとね おととしだったかな。おととしだったからね、あの、言われたんですけど、いや、そんなこと言ったって今、会計ソフトだってなんだってね、フリーダムなんだろうっていいのが出てるんだから、経理マンなんか雇わなくったってできるじゃん。いうふうに、ね、おっしゃる方がいる。ね。で、そうなると、簿記の勉強なんかやったってしょうがないじゃん。いう方がいる。で、その方の言ってることはね、僕の感覚ですけど、半分ぐらいは合ってます。半分ぐらいは合ってるけど、半分間違ってるい。 これはね、僕の感覚ですよ。人によって色々あると思うけども、そういう考え方、将来的にどん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  AI だって何だって進展するし、ね、RPM なの何だのって言って、いろんなものが出来上がってきますから、経理なんか資格、すなわち簿記会計の資格なんか取ったって、将来的に会社の中で残れるかって言った時に厳しいんじゃないのっていうふうにおっしゃる方がいらっしゃいます。で僕はそれは工藤だけど、半分合ってると思う。で、半分は合ってないと思う。なぜならば。なぜならば。 民間企業である以上当然のことながら営利を目的にするんですから工藤ですけど利益を稼ぐことを目的にするんですからある程度の事業規模になってきた時にお金の側面すなわち経理会計という業務を担う人材というのは絶対的に社内に必要なんです絶対必要ですだって皆さんよくお聞きになると思うんだけどまあ最近はいろんなこと何でもかんでも横文字で言うからあれだけどさ企業においてね最高経営責任者って CEO でしょそうじゃない 経営のトップで CO じゃないですかじゃあ企業において2番手。欧米の企業で2番手を表現するのは何て表現ですかい企業における2番手を表現するのは何て用語になるのつった時に、これ普通に常識論で言ったら CFO ですよ。チーフフィナンシャルオフィサー。つなわち最高財務責任者。だ欧米では最高財務責任者、つなわち会計領域の責任者ってのはナンバー2なんです。普通は。ですか一般的な解釈ってそうなるの。 だからうちは僕はあの会社の CFO ですって言ったらあの会社の2番手なんですねっていう解釈ですよ普通はそうですよ、ね、そういうことだでっかい会社になってもそうだしそこそこの企業でもそうだけども、ね、会計の責任者って絶対社内にいるんです当たり前ですだって最高経営責任者ってのは会社全般の経営に関して経営判断を下すんでしょすなわち本業 IT だったら IT という本業の部分での経営判断を下していくんでしょね 逆に言うと、それぐらいしかできないですよ、一人の人間ができるのって、じゃあお金の管理であったり、資金繰りは誰がやるのってったときに、これは大番頭的な存在で CFO がやるんです、だどこの組織に行ったって、営利を前提に動いてるような組織に関しては、必ず金庫番的な CFO ってのは必要なんです、一人じゃできないから、一、ね、人でできるのって、個人事業主で、まあざっくり言うとですけど、売上規模で言って1200万とか1300万とか、それぐらいまでですね、それぐらいまでだったら、無料の会計ソフト使うとできますよ。 であとはもうちょっと容量のいい方だったら2000、0 0 0だったらできるかもしれません。でもそんなもんですよ、個人事業主って。ですから、それをさらに上回るような売上高になってきてしまうと、一般的にはやっぱり仕事が忙しくなっちゃって、こんな日々の経理業務なんかやったらないですから、だいたい税理士に投げます。投げます。あの言葉悪いですけどね、個人事業主で全部そういうの自分でやれますよというのは、一定のレベルまでです。だって暇だから。 いやそんなに暇じゃねえよっていう人はいるかもしれないけどやるだけの時間がありますもんだってでもないですようちの奥さんもね税理法人やっててクライアントさん見てますけどあのねざっくり言ったらもう普通に考えれば売り上げ規模で2000万とか超えたら法人なりします複数年続けばで法人なりしててさらにそれが売り上げ増えていくとやっぱり従業員雇うんですよで人雇ったりなんだりしてってだん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 事業が高化してきた時にじゃあ全部会計フト無料の会計相当なんだろう使ってやれますかってやれないですそんなの 無理ですだから絶対的ににそういういい分野に対対すする需要っていうのはなくななくらんです絶対必要なの絶対必要なんだけどただ間違いなく言えますが決まりきった伝票の処理をしますとか領収書の入力しますとか交通費の生産しますとかそれだけしかできない人はいらないですだからさっきの話じゃないけども簿記の2級取ったからってね未来永劫を穏便に暮らしてくるかそれは無理だと思いますね それだけでは無理だと思います。取った後にも当然、日々、精進じゃないけども、勉強は続けなきゃダメです。当たり前です。だって、さっきり繰り返しで言ってるけど、今なんか会計ソフト無料でいいのがいくらってありますから。でしょいくらだってある。で、さらにはフリーランサーでそういうの代行で受けてるような人っていますよ。いますよ。そういうのいくらっているのに、いるのに、ね。大した知識もないって言葉は悪いけども、 資格は取ったら、はい、それで終わりみたいな人が、ですね永続的に正社員として会社の中に残れますか無理でしょうね。無理だと思います。だから、さっきの話じゃないけども、2級なんか取ったって意味ないよ、それだけで終わっちゃうという意味で言えば、僕は意味ないと思います。で別に資格を取れって言ってんじゃないんです。まず入り口が2級なの。で、まず入り口,、ま、口が2級で、それを終わったあとは、お仕事を通じて、またはお仕事に関連するものとしての自己検査っていうのは続けなきゃだめです。 これは求められます。間違いなく。もう取ったら終わりみたいなスタンスの人はもうダメ。あのー何、何私はもう外回りの営業とか嫌いだから。ね営業をやりたくないから会社の中にいたいだから経理。そういうちょっと甘い考えではちょっとどうかなって僕は思います。そういう感覚の人はちょっとやめた方,方がいいと思う。今後そういう人は多分淘汰されるからえ。そうじゃない。だから僕は経理という業務が好きだ。または興味がある。だからここの分野でしっかりまず2級という資格を取って、 ベーシックな知識を身につけてで仕事に入った時にはどん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 仕事に伴う自己研鑽を続けながら会社に貢献できるような能力というのを身につけていこうこういうスタンスの人じゃないと多分確かにこの後の経理って厳しいと思いますでも逆に言うとそういうスタンスの人はどこまで行っても絶対必要性はなくならないこれは間違いない僕はそう思ってるでねあのー、結局まあ何の職種でもそうかもしんないけどね えー、その分野に関して精通して、まあ、いわゆるプロとして、えー、認知されるような人にね、認知されるようなところまで、えー、能力高めていくっていうことは、まあ何の仕事だってそうだろうけど、まあ、必要ですよ多分ね、そう思わない、だって皆さん、とっくのとりに今の時代、終わってるでしょ、いい会社入ったら、ね、定年退職まで無事に勤め上げてよ、老後も安泰なんていう時代はとっくのとりに終わってるんじゃないですか、そうでしょ、もう皆さん、周り見てくださいよ。 でっかいでっかい有名な会社さんですら黒字の今だからこそって言ってリストラ始めてるでしょいわゆるまあちょっと法的な用語とは違うけど黒字解雇ですよで解雇っつったって無理やり会社が辞めされるんじゃないもんねまあどこだ言わねえけど誰でも知ってるような電気メーカーさんなんかは最大で50代以上の人今辞めてくれんだったら4000万円退職金を渡す4000万円退職金を渡するから辞めてくれね赤字になってからいきなり強制的に首切ると揉めるんで そその前にとにととかく今減らそうとしてるでしょねだから会社に対してそれなりの貢献できない人は今稼ぎのあるうちに切っちまおっていう話があっちこっちで動いてるじゃないですか銀行さんねメーカーさんえ誰でも知ってるような名だたる企業において小売りだってやってますよそういう動きがどん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 加速してるじゃないですかこれからどんどん進みますよでさらに言うと僕はこれ個人的な感覚ですけどおそらく解雇、えー、規制 ね、これはもう広く言われてるからあれかもしれないけど僕ももうそう思いますけど解雇規制は間違いなく緩みます今、もう従業員で雇ったら基本的に首切れないでしょそれが日本が閉塞してる大きな要因だとも言われてますでそうじゃないって人もいるかもしれないけど僕はそっちの方だろうなとは思ってる少なくともそこの部分がそれなりのウェイトを占めてるな間違いないと僕は実地の経験上思ってますだってみんながみんな一生懸命やる人ばっかりじゃないもん もう入ったらなんとなくやってりゃいいやっていう人も中にはいますからでそういう人が組織には必要だっていう考え方の人もいるかもしれないけど僕なんか経理屋ですから数字の面からものを見るんでそう見た時には正直言ってそれはどうなのどうなのって僕なんか思う人いっぱいいますよお客さん見ててだからこれから先のことを考えた時にこれから先のことを考えた時に解雇規制間違いなく緩みますよ今までみたいにね まあとりあえずそんなに給料も上がんねえけど会社にいられや食うに困んねえってそういう事態は終わりますよ終わります何の仕事したってこれは同じだけどもどん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 自己計算して企業に貢献できるような人じゃなければ残らないですでその時に一つ経理業務っていうのは選択肢に上げてもらって僕は間違いないと思うえ本当に伝票処理やってるだけとか入金処理してるだけで繰り返しますけどこれだけで終わってしまう人はこの後厳しいと思いますでもえ まずベースとしての2級ぐらいの知識を身につけて、その上で仕事に入ったときには、いろんなことをさまざまな観点で会社にとって必要だと思うのことを勉強していって、どん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 提供できるね、サービスというものを向上できるような人だったらば、経理業務っていうのはこれからどんどん僕、伸びると思いますよ。伸びると思います。なぜならば、無料の会計ソフト等で対応できる範囲なんてのは極めて限定的だから。 でまあ、これはもう昔から言われてる話なんでね。えー、でやっぱり案の定じゃないけど、ね、大きな流れで言ったら顕在化してますけどいわゆる事務員さんみたいなのっていらないですから今の世の中。でしょいらないですから。いらないですよ。だって決まったことを決まったようにやってるだけの事務員さんなんかもういらないでしょ。で、実際第一生命さんだっけ ?RBM ってことっってね。あのー、なんだ有給管理とか、ね、勤怠管理とか給与計算とか。 あそこら辺の話を全部あれ、パソコンつなげてね、今、人に代わって、一定のシステム組んでやらせてるんですよね。で、それをやらした結果、何、何十、何百時間って言ったかなちょっと時間忘れちゃったけど、年間でね、2年間、2年間トータルか、300人分の事務員がいらなくなったんですよ。そういうことなんですよ。ただ、じゃあ経理とかいませんかいない、いないんですか財務責任者がいないんですかいますよ。 そういう根幹を担う人間というのはいるんですそうじゃなくてただ決まったことを決まった通りやるだけの人みたいな人がどんどんいらなくなるそういうことでこれから世の中どんどんそっちに進みますからそうなった時に経理業務というのは会社の根幹を担う部分ですからなくなることはないだから2級だったら2級をまず勉強してしっかり土台を固めてその上でプラスアルファ上に進むっていうのも一つだろうし で、逆に言えば、その2級までで受験勉強は一旦終わっても僕いいと思うんですよ。その後に、経理業務、ね。経理業務に関連するような様々な勉強を自分で進めることによって、会社に提供できるサービスの向上を図れるような人だったら、全然これから先も僕は安泰だと思います。ね。だとにかく資格を取ったらもう食っていけるものが投資しんだ。いうスタンスだと、ちょっと経理って違うと思う。な、動きっていうのも違うと思う。淘汰されると思う。そういう人は。でも、 ね、しっかりと自分の中でやりきるんだっていう感覚を持ってる人たちであるならば僕は十分やってくれると思いますで今の試験ね2級ってのはさっきも言った通り少しレベルが上がってるで少しレベルが上がってきてるから、まあ、逆に言うとねさらにその上の上位資格との相関関係が強まってるっちゃ強まってるんですよだから僕なんか普段はメインであの税理士の試験を担当させていただいてるんで、まあ、税理士ってのはもう純粋な職員を会計人ですから会計で食っていく人間ですから そういったところもだいいぶ近づいてきます2級取ったら税理士を受かるとは言いませんただ2級をしっかりとこなすことができれば土台がかっちり構築されますからそれは税理士等の勉強を入っても十分いきます十分いきます当然土台なんで何事もそうだろうけど土台が揺らいでるまんまでその先行ったっていい成果なんか出るわけない建物だって何だってそうでしょ土台が揺らいで揺らいでる土台がしっかりできてない家はどんなに上物立派にしたって地震が来たら持たないんですよ そういうことですから。勉強だと同じです。だから、そういったものも見えるようになってくるだろうし、会社の中で活躍するにあたっての土台を作るという意味では、やっぱり2級ぐらいってのは勉強したいといのは僕はいいと思う。だから、経理という業務でこの後ね、えー、お仕事していこう、お給料もらっていこうというふうに考えるんであるならば、そういったところってのはぜひ前向きにね、考えていただくだけの価値は僕はあると思います。どこまでいっても絶対的に経理業務がなくなることはないんで。えただ、昔みたいにとにかく、何 経理の事務員さんみたいなそういう人はだんだんいらなくなる。これは事実です。ね。で、そういったね、まあ皆さん方を最大限バックアップできるようにということで、私どもレッグの方では2級の講座っていうのを展開させていただいておりますから、まあこのパンフレットでいうと2級のご案内がですね、12ページ側から載ってますんで、まあ、詳細なんかはぜ,ぜひね、一貫ご一読いただきたいんですが、大きく分けて2級の講座っていうのは2つのパートによって構成されてます。 まず一番最初に受けていただくのがこの完全マスター講座ってやつで、これがいわゆるインプットの授業です。ね。2級を勉強していただくにあたっての基礎的な内容をここで全,、えー、全講義としてね、受けていただく。で、一応この2級の完全マスターはね、しっかり講義とさっくり講義と2コース用意してるんですが、あの2級のパーフェクトコースにお申し込みいただいた方、どっちでも受けられます。で、しっかり講義ってのは初学者向けの講義です。 2級で、必要なものをじっくくりと勉強していくっていうでさっくり講義っていうのは、基本的な素養を抑えてる方がい再確認のために受けていただくっていう基本の構成なのねだから、受験経験者なんかは基本的な想定になってる。ただ、もう皆さん方、パーフェクトコースをお申し込みいただければ、どちらのコースも受ける権利がありますから、まず、しっかり講義で、え僕,がこれ僕が担当するんですけど、しっかり講義で2級の商業募金、工業募金、 2級全般の基本的な知識を固めたらば次のステップ行く前にさっくり講義でね苦手論点だけ選んででもいいですから主要論点の再確認なんかを図るっていうのもできます一応これも2コース講座設定してあるんでまずご自分の好きな方でね受けていただくことはできますでその後に ね、その後にまに、あ、全体授業が終わった段階で一旦まとめとしてのブリッジ演習講座っていうのをやって少し問題の解き方なんかを確認した上で最後これ本試験間際に2級の合格登練っていうのをやっていただきますね合格登練っていうのをやっていただく、まあ、これはね私どもレックの方で過去の本試験の動向を分析して出題可能性が高いと思う本試験形式の問題を実際に皆さんに解いていっていただくということです で、これで実践的な応用力、対応力というのを高めていただいて、いよいよ本試験の方に向かいで、ね、受けてきていただこうと。こういう講座の設定になってます。で、こういう講座の設定で、まあ、全34回、基本的に私どもの場合は、い、授業自体は Web 講義。 いわゆる通信系の講義を前提にさせていただいてるんで、えー、パソコンとかスマホでね、授業を受けていただくというものになりますけども、まあこちらね、全部ひっくるめて、えー、本試験受験までで6万500円という形にさせていただいています。ただ、まあこの学費の部分については、講座の組み合わせであったりとか、どういう形でね、お申し込みいただくかにもよって多少違いがあるし、あとは、あご聴講いただいた経歴であったり、 そういった部分で割引の適用があったりっていうのもありますんで、詳細な部分についてはですね、ぜひ、私ども事務局の方にお問い合わせ、お電話でもいいですし、メールでもいいですし、えー、いただければと思いますんで、何かそこら辺ね、えー、疑問点等があれば、ぜひ前向きにご質問いただいて、疑問点の解消を図っていただければというふうに思います。 まあ,あもうぼちぼちお時間でございますんでねそろそろ終わろうとは思うんだけどまあ先ほど来申し上げてる通り僕は基本的に2級ぐらいの知識というのはうーん少なくともやっぱり経理業務なんかに携わる人間であるならば全員が僕は持つべきものだと思ってます別に2級の資格が取,った取れたからってすぐに経理業務ができるのかって言ったらできないでしょう、ね、だからそういうこと言う人もいるんですよ2級なんか取ったって事実務なんかできないよという人がいるんですけど 2級なんか取っただ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいのスパンで十分ですが、それぐらいのスパンで考えてください。土台のない人が、い現場通じて仕事を覚えたって限界ありますよ。だってそもそも何のためにこれやってるのか分かんないじゃないですか。で、何のためにやってんだか分かんない仕事が成り立つ時代はもう終わってるんです。 将来的にこの作業がどういうところに繋がるから、だから今自分はこれをやんなきゃいけない。となった時に、じゃあこのやり方よりもこういうやり方方の方がより時間もかからずコストも節約できるんじゃないか。こういう見方ができる人が企業にとって必要なんですよ。いだから、そういう前提から考えるとね、土台がある人は実地に入ったって、状況把握もしやすいし、それに基づく対応変化というのも立案しやすいんです。でも土台のない人は無理ですよ。だってそういうもんだと思ってやってるんだから。 変えられないでしょ。変えていいものかどうなのかの判断もつかないんだから。でしょ全然違うんです。ね、土台をしっかり身につけるってことは、えそれだけその後に、実際仕事に入った時の伸びしろもあるし、創意工夫改善提案ということもできるようになるんです。そういう意味でも僕は2級ぐらいの勉強っていうのは、まあ経理業務等を携わる人は当然ですけども、ね、将来的に、 独立開業というものをイメージされている方々におかれましても僕は基本的に2級ぐらいは見といたほうがいいじゃないとやっぱ税理室十分に話せないですよと思いますねまあそういうふうに将来性という部分に関しても僕は決して先細りというものではないと思ってるんでねえぜひ前向きにご検討いただければというふうに思いますんでねまあ少々伸びましたけども これで方の2級のガイダンスは終わりとさせていただこうと思います。で、繰り返しますが、ああ、学習のプランニングであったりとか、ね、学費のご相談であったりとか、ね、そういった部分に関して何か疑問点があればですね、あの、無理して営業みたいなことしませんので、あの、お気軽にね、様々なフォーム、ね、電話でもいいし、メールでもいいです、えー、様々なフォームをご活用いただきながら、皆さん方、疑問点の解消を図っていただいて、 まあその上でね、よしやってみようと思っていただければ、前向きにご検討いただければというふうに思います。はい。ということでございまして、以上で本日の2級ガイダンスは終了となります。皆さんお疲れ様でございました。